どうも、チーズボーイです。トローリ。さあ、今日はですね、串蔵新大田店にお邪魔しております。ここにですね、非常に美味しいチーズグルメがあるということなんで、今からそれを食べたいと思います。その前にちょっと一杯飲みたいと思います。いきますよ、乾杯。あ、間違えました。チェーズ、チェーズ、チーズ、チーズ、いただきます。あとはチーズおつまみ待ちたいと思います。じゃが明太チーズ、美味しそう。さあ、こちらをではいただきたいと思います。いただきまチーズ。チーはついてなかったですね。いいですか。このチーズがこんな感じで、あ、チーズが来て、じゃが明太ということですかね。いただいてみたいと思います。おいチーズ、非常にですね、中のじゃがいもがふわふわで、そこにちょっとピリ辛の明太子を絡んでまして、でそこをくるむこのチーズ、表面のカリカリチーズ、中のトロトロチーズ、この具合が絶妙で、これめちゃくちゃうまいんですよ。飲み始めてちょっと時間も経ちまして、お酒もホッピーに変えました。もう結構飲んでます。ありがとうございます。美味しいんですけど、この串蔵新大田店名物の、はい、串揚げがやってまいりました。見てください、美味しそうです。これ今揚げたてですからね、もういろいろな山芋、玉ねぎ、メンチ、いろんなのがあるんですけど、僕がとにかくおすすめする串があるんですよ。なんだと思います、皆さん。え、ナス、違いますよ。え、ささみ、違いますよ。意外かと思うんですけど、これなんです。そう、チーズです。意外ですか。ありがとうございます。こちらこのチーズ串絶品なんで、それでいただきたいと思いますよ。この二度漬け禁止のソースにつけて食べたいと思いますので、一回でいってください、皆さん。はい、待って、ソースをつけて、あ、たっぷりつけた、トロトロとチーズ串食べたいと思います。うん、おいチーズ。あ、これはね、本当にチーズ全部この衣の中に閉じ込められてまして、非常に濃厚なチーズの味わいを、いや、チーズ味わいをこの一本で味わえるかと思います。もう一口いきたいと思います。おいチーズ、非常にこういうのおいチーズのチーズ串、皆さんもぜひ串蔵新大田店で召し上がってみてください。本当においチーズ。皆さん、チーズボーイチャンネル登録よろしくお願いします。